今回はスーパーボール級からの対戦になります。ここからぐっと相手が強くなります。こちらの選出は、気合のタスキにミミズズ以外にはドクドクを負けるゲンガー。ドクドクを巻いた後に影踏みでキャッチできるゴチルゼル。ドクドクとヤドリギの種でダメージソースが2種類あるリククラゲ。この3匹でいきます。ちなみにテラピース難民でテラスタイプを変えられなかったので、少しパーティーに改良を加えました。キラフロルのテラスタイプを岩から草、巻き菱をドクドクにしました。そして、ゴチルゼルのテラスタイプをノーマルにしました。さあ、対戦に戻りましょう。このヨザル、ゲンガーは通常であればゲンガーが有利。シャドウボールがないので、ドクドクで定数ダメージを与えていきます。このヨザルは挑発をしてきました。シャドウボール2回されたらきつくない？そんなにこのパーティーのゲンガーがサポート型に見えたのかな。挑発されたら何もできなくなるので、一旦ゴチルゼルに引きましょう。物理防御特化ゴチルゼルなので、このヨザルの攻撃は耐えてくれるはず。効果抜群とはいえ、威力アップしていない。フンドの拳は全然効きません。持ち物は食べ残しか。残りの技はビルドアップ、ドレインパンチかな。毒毒のダメージを増やすために守るをしておきます。引いてきましたね。ウルガモスはきついぞ。特殊系であるリククラゲに交代したいが、虫技、炎技ともに効果抜群を取られてしまう。気合のタスキが潰れるけれど、ゲンガーに交換します。蝶の舞で素早さ関係が逆転しましたが、気合のタスキで一回は耐えてくれるので、後手道連れを選択します。これでゲンガーを攻撃したら道連れできるようになりました。ただ、道連れは連続で撃つことができないので、次のターンは攻撃せずに蝶の舞を選択しそう。なので、ここはアンコールをします。はい、蝶の舞で縛ることができました。まあ、ここまではイメージ通りだけど、さあここからどうするか。滅びの歌を選択しました。これでゴチルゼルに交換すれば、滅びの歌でキャッチができます。ゴチルゼル見せているし、さすがにバレるか？引いてきました。スーパーボール級ともなると、そう一筋縄ではいきませんね。再びゴチルゼル、このヨザルの対面となりました。このヨザルは猛毒状態なので、できるだけ居座ってほしい。が、さっきは引かれてウルガモスが出てきました。ここはどうするか？一旦守るをしておきました。ん？ここの守るは悪手だったか。再度ウルガモスが出てきました。ゲンガーの HP が半分以上削られているので、先ほどのサイクルはできません。ただ、ウルガモスは、蝶の舞が安定する場面なので、リククラゲに交換します。さて、ここからはフェアリーテラスをして、ヤドリギの種とドクドクを入れていくフェーズです。ウルガモスの特攻2段階アップの炎の舞を、こんな余裕で耐えるリククラゲ強いわ。
ズズのヘビーボンバーを全く警戒してなくて倒されてしまいました。ここはゴチルゼルを出して宿り木の種で倒していきましょう。特に面白い場面がないのでずっと6倍早送りです。この夜猿は猛毒状態なので、守る、身代わり、眠るで、ターンを稼いでいきます。挑発を入れた状態でウルガモスに交換してきました。道連れに成功し、かなり厳しい状況から1匹ずつになりました。こちらは HP が残り少ないゴチルゼル。相手のこの夜猿はさらに HP が少ない状態です。これまで何回かフンドの拳をされていますが、そのダメージの平均は55ダメージ。つまり乱数によっては、1回耐えられる状況です。相手としては眠るや身代わりを防ぐために挑発をしています。挑発されると何もできなくなるので、守るを選択。2連守るを選択。2連守る成功。ダメージ的にもう1ターンしのげば勝てそう。あとはテイラン数を引くだけ。さあゴチルゼル耐えてくれ。急所やめろやー。頑張って勝ち筋を見つけていったのに。という悪夢を見たのさ。さあ、切り替えていこう。毒ビシが有効なポケモンが3匹いるので、キラフロル。キノガッサ対策にマリルリ。影踏みでキャッチできるゴチルゼル。この3匹選出でいきます。ここまで勝率はどうにか5割を保っていますが、一進一退でなかなかランク8に上がることができないでいます。この調子でマスターボール級までいけるのか。相手の初手は海流。特防特化のキラフロルとはいえ素の防御が高いので1回は耐えてくれるでしょう。羽休めを持っていると嫌なので、毒毒を打っていきましょう。先制したってことは海流は素早さに振ってなさそう。え？これはこだわり鉢巻きですね。まあ、毒毒が入って、毒ビシを巻くことができたので、キラフロルは最低限の活躍はしてくれました。アイアンヘッドでこだわっているので、影踏みゴチルゼルではめることができますね。パーティー的に結構重い海流を倒せましたね。やはりゴチルゼルがいるパーティーには、ウルガモスが出てきやすいですね。ラムの実か。蝶の舞を積まれると辛くなるので、挑発をしておきます。ここで炎の舞ってことは、虫のさざめきはなさそう。
あとは HP 管理のために眠って、マリウリに交換します。このウルガモスはギガドレインを持っていそうなので、それを読んでゴテアンコールで縛りに行きます。引いてきました。アクアジェット読みでしょうね。ドドゲザンは毒が入らないので、滅びの歌で倒しに行きます。不意打ちを透かして、滅びの歌を打てました。ゴチルゼルで影踏みキャッチをして倒します。マリウリとウルガモスになったので、後手滅びの歌で、勝利をもぎ取りましょう。やはりギガドレインありましたね。残念装飾マリウリでした。あとは守る、眠るで3ターンしのぐだけです。先にウルガモスが倒れました。やっぱりラスイチ滅びの歌は強いわ。さっきの1勝でランク8への昇格戦になりました。毒菱を消せる毒タイプがいないので、初手はキラフロル、あとは滅びの歌、影踏みのコンボができるマリルリとゴチルゼル、この3匹の選出でいきます。さあ、ここを勝ってランク8になるぞ。初手はキノガッサか。キラフロルは素早さを振っていないので、先制でキノコの胞子を打たれそうですね。一応、毒毒を打っておきましょう。やはり、キノコの胞子か。キラフロルのテラスタイプは草ですが、1ターン目からキノコの胞子対策でするのはもったいない。最短を聞こい。あ。風船見逃していますね。まあ、1ターン助かりましたね。あとは毒菱を巻いて、毒毒をキノガッサに入れます。キノコの胞子を食べれるマリウリに交換しておきます。毒のダメージを嫌って、交換してきましたね。後続の鉄のカイナにも猛毒が入りました。ここからはいつも通りターン稼ぎのフェーズです。マリウリだとタイプ相性が悪いので、ゴチルゼルに交換します。これで猛毒のダメージを解除できません。鉄のカイナ毒殺。ミミッキュが出てきましたね。攻撃をしないので、特性の化けの皮は関係ありません。身代わりが残っているので、ターン稼ぎがしやすいですね。命の玉なので、倒すのに時間がかからなさそう。ゴチルゼルのテラスタイプはノーマルなので、ミミッキュへのターン稼ぎにも使えます。キノガッサに引いてきましたね。おそらく種マシンガンで身代わりを貫通しようとしているのでしょう。後ろにはマリウリがいるので、一旦守るを選択して、
相手の出方を見てみましょう。やはり種マシンガンでした。あとはマリウリに交換して毒殺できるようにターン稼ぎしましょう。ミミッキュにはダメ押しで滅びの歌を打って終わりにしましょう。勝ったぞー。毒菱が決まる相手なら結構な確率で勝ててる気がする。ランク8になりました。スーパーボール級は負け続けるとランク7になるので、ランクが下がらないように早くハイパーボール級になりたい。では、ご視聴ありがとうございました。